こんにちは、しんじです。はい、ということでね、今回はね、このブルーのね、ヒエティを、まあね、感想なんかを話してみようかなと思うんですけど、でかいよね、ほんと。ほんとでかい。うん。で、まあね、これ、実際に、まあ、声の感じとかは、これの前のね、動画で、こう、テスト的な感じで、いろいろ、このね、声の特性とか変えたからのテストを、まあ、動画にしてるんですけど、あと実際にね、もうね、これ、今動画撮ってるんですけど、その前に昨日か。昨日生放送のね、テスト配信をやって、実際にこれ使ってます。なので、もうより実践に近いのは、そっちの動画を見てもらえるといいんじゃないかなと思うんですけど、全体的にね、やっぱりTS でいつも話してる、ね、カフェさんとかに聞いてもらって、まあ良かった。クリアになってるね、みたいな感じの感想があったり、あとは生放送中にも、クリアになってますね、みたいな。聞きやすくなってますね、みたいな。そういうね、感じの、うん、感想をもらえてる。で、自分自身も聞いてみて、まあ、全然まあね、ヘッドセットのマイクとは、やっぱり単体のマイクって違うんだなっていうのをすごい感じることができました。うん。なので、こいつはね、なんだろうな、本当に声にこだわって実況をしたいっていう人にはね、本当にね、おすすめなんじゃないかなと思います。高いけど。この単体のマイクを買うっていうのは、なんだろう、アフレコとかも将来的に動画でやりたいとか、まあ歌ってみたらやってみたいとか、そういう人にとってはすごくね、いいんじゃないかなと思います。で、こいつのね、やっぱ単体のこう、スタンド、直置き USB コンデンサーマイクっていうところのデメリットは、やっぱこうやってね、話していて、なんだろうな、自分がこう動いちゃうと、ね、声が全部遠くなっちゃうし、その生放送とかも見てもらえば分かるんですけど、僕、自分のね、顔も出てるんで、こう動いてる時とか声が変わる、ね、大きさが変わっちゃう。で、こうやって近づくと、すごいでかく撮れちゃうっていうね、デメリットはあるものの、まあ、基本的にこいつは性能がすごく、マイク性能がいいので、まあ、それでも、ちゃんと声はちょっと離れても撮れるし、普通に喋ってれば。うん、まあそんな感じで、ちょっとね、離れられないとか、あとはこれね、ミュートスイッチがね、これ僕のだけなのかわかんないんですけど、ちゃんと押してもかからない時がある。うん。こいつミュートスイッチを押すと点滅するんですよ。ね、ミュートですよっていうのが点滅状態なんだけど、こうカチッて押しても、あまりミュートになってない時がある。だから結構ね、僕のだけかな。これ交換してもらったらどうなるのかなっていう気がするんですけど、どうなんだろうね。これ、ちょっとでも14,000円ぐらいするから、一回交換してもらおうかなとかちょっと思ったりはしてるんですけど、まあでも全体的に見ると、マイク単体だけある声質で、音質で撮れるっていうね、感じのマイクだと思います。このブルーね、イエティ、皆さんがもうすでにね、ゲーム実況者とか、普通にね、YouTube でね、配信してる人とかはもう結構使ってる人も多いと思う。うん、で、その中で、まあ、ゲーム実況とかで自分の声をもっとね、クリアに撮りたいとか、やっぱりね、こう、聞いてみた感じ、本当にね、音圧感がすごいし、その声の圧、薄っぺらくない、立体感がある、空気感がすごいっていうね、感じを出せるので、よりなんかこう、なんだろうな、実況をしているっていうね、感じになると思います。なんか平べったくない、奥行き感があるみたいな、なんかね、そういう、なんか、ちょっと表現が曖昧な感じの言葉が出てきちゃうような、こう言いたくなる、そういう曖昧な感じの、なんかね、音質がいいとかじゃなくて、なんか音圧がとか、空気感がとか、奥行きがとか、そういうことをね、言いたくなるようなね、音質で撮れるマイクだと思います。まあ、僕ね、今回ウィンドスクリーンこれ使ってるんですけど、うん。まあ、普通はね、ポップガードみたいなね、ちゃんと使う方がいいんじゃないかな。僕はこれで全然いいと思う。ね、そんな感じで、まあ、うん、かなり買ってよかったなと思います。うん。で、ハンコンだとね、こいつならちょっと声が届かない。まあ、届くけど、拾いづらいので、使わない。まあ、そういう時はヘッドセットを使う。ただ、ここのミュートスイッチだけが、ミュートスイッチだけが結構気になるんで、全然なんか聞かない時があるじゃん、みたいな感じがあるんで、ここだけちょっとね、この後問い合わせてみようかなと思います。はい。ということで、今回は、ブルーの、ね、イエティ、ブラックアウトをレビューしてみました。ね。実際に、まあ、喋ってるものは、
生放送の、テスト配信動画だったり、まあ、これからのね、実際に使っている動画だったり、あとはまあ前回のね、マイクテストの動画だったりを参考にして、いいなと思ったらぜひ買ってみてください。ということで今回の動画はこの辺で。人事でした。